どうも、ドゥーバップ TV、メガネ塚本です。2回目のメガネ塚本です。よろしくお願いします。今回はですね、スペシャルゲストにお越しいただきました。神戸、京都にございます、メガネ社、ストライクの代表、比嘉様です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。比嘉です。頑張ります。比嘉さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは早速なんですけれども、メガネ社ストライクとはどういったお店なのかご紹介いただけますでしょうか。いいですか。ありがとうございます。はい、メガネ屋ストライクの代表の比嘉と言います。よろしくお願いします。メガネ屋ストライク、ザクッと言うと、ビスポークのアイウェアショップですね。お客様にオーダーで、一個一個サイズを変えながら、メガネを提案していく。そして自社工房を備えてまして、そちらで自社の職人が一個一個作っていく、メガネのデザイン企画から製造販売まで全て一貫して一つのお店でやるというスタイルを持ったメガネ屋です。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ど真ん中に提案されるっていうのがストライクさんという。そうですね、はい、コンセプトがど真ん中を目がけてるというコンセプトを持ってまして、で、まあ、お客様一人一人のど真ん中に球を投げるというイメージで、店名コンセプトをリンクしたようなお店としてやっています。はい、ありがとうございます。はい、僕がですね、住んでるのが滋賀県っていうこともあるんですけれども、隣の県にございます京都店にお邪魔させていただく機会っていうのが多いんですけれども、うん、野田店長はじめですね、スタッフの皆さんがすごくこう気さくな方たちばかりでこう話しやすい印象です。なるほど、ありがとうございます。はい、またですね、ドリンクの方も提供されておりますので、ゆっくりじっくりとこうご自身に合うメガネと向き合っていただければと思いますので、お近くの方また行ってみてください。はい、はい、ぜひ普通に話聞きに来るだけでも聞いてもらって、ハイボールただ出してますんで飲みに来てください。はい、ハイボールめちゃ美味しいです。はい、はい、それではですね、ちょっとまあメガネについて踏み込んで、お話していければっていうところなんですけれども、はい、僕たちはですね、こう洋服屋としてこうファッション寄りの観点でお客様にこのメガネを提案しているんですけれども、はい、メガネ屋さんから見たこのメガネ選び、何かこうポイントがあれば教えていただければと思います。そうですね、結構あだこうだ言うと難しくなると思うので、まあ、2つですね、ポイントあります。まず1つはメガネのレンズの横幅に対して、目が中心に来るかどうか、これ結構重要です。で、これが大きいと抜けた感じ、やぼったさが出やすいんですけど、まあ、逆に小さいと何か窮屈さが強く出るんですけど、ね、だいたい真ん中に来ることですっきりと見た目として似合ってるなっていう風になりやすいです。で、あともう2つ目、ざっくり2つ目言うと眉毛ですね。眉のラインとフレーム上のライン、だいたいイメージを近づけてかけると、まあ馴染みやすいですね。まあとやかく言い出すといろいろあるんですけど、そのサイズ感、あとはブローラインみたいなところを合わせるとメガネ似合いやすくなるので、ぜひ試してみてください。そんなんでいいですか。あ、もちろんです。ありがとうございます。ご丁寧にすいません。ありがとうございます。お願いします。またですね、比嘉さんは、はい、このうちで取り扱っているギュパールの運営にも携わってらっしゃると思うんですけれども、はい、比嘉さんの考えるギュパールの魅力っていうとどういったところになりますでしょうか。そうですね、ギュパールって皆さんご存知でない方もいらっしゃると思うので説明させてもらうと、フレンチヴィンテージですね。フランスの、ヴィンテージのメガネの再現をしているブランドなんですね。我々で言うと今ヴィンテージのメガネ屋さん、スピークイージーというメガネ屋さんと、フリークエンスというメガネ屋さんの代表の2人と僕と3人でやってるところなんですね。まずはヴィンテージのメガネ屋がやっているってところ、アーカイブをたくさん持っているってところから、デザインのバリエーション、いろいろ可能性を作れるっていう意味で、まず一つ素晴らしい点ですね。ギュパールの強みであるなというところですね。リアルに売ってる人がやってる、なんとなくかっこよさそうやなってやってるんじゃなくて、そういうところがまずギュパールのいいところやなっていうところと、あと僕は実際メガネの企画製造する人間なので、実際に例えばメガネブランドで言うと、企画して職人に投げてデータを投げて、製造サンプル作るのに1ヶ月とかかかるんですけど、例えばメガネやストライクで言うと、データ作って削るのに1日2日でできるんです。で、そこで削られてきた成果物見て、ちょっとカット甘いな、実物と照らし合わせながら調整をしていくんです。でその調整が何回もこうサイクルするわけなんですよ。普通のブランドやったら1回とか2回とかで終わるところを、まあ、5回とか、10回とかものによってやるんです。そうすることでリアルなヴィンテージのものもある、でなおかつビスポークのメガネが入ってやってるってところで再現性を上げていくっていうところで、より
ね、フレンチヴィンテージの良さを表現できてる、再現性の高い意味で表現できてるっていうブランドになってるっていうのが一番大きいかなと思いますね、うん、まあリアルに物があるで、なおかつ再現性が高いっていうところで、実直にやり続けてるっていう、なんかファッションでノリでみたいなところって見えてたりする人もおるかもしれないんですけど、実は実直にやってるっていう、そこがビパールの一番いいところだと思います。ちょっとあれです、ね、うまいこと編集してます。いやいや、勘だし、もう編集なしで全然いけるかと思います。はい、ありがとうございます。でちょっといきなりなんですけれども、はい、まあ、普段僕この間の動画でもこの5番愛用してるっていうのを、はい、お伝えしてるんですけれども、うん、5番と今2番のメガネを愛用してるんですけれども、なるほど、はい、以外でですね、ちょっとこう、はい、日賀さんから見てこういったメガネ塚本に合うんじゃないかなっていう、なるほどなるほど、1本をちょっと教えていただければと思います。そうです、2番って黒ですか？2番は別光です。別光ですね。そうですね、まあ、2本持ってはるってところもあるので、で別光とウイスキーカラーを使われてるっていうところなので、まあ、春らしい、これから初夏にかけて使いやすいであろうなっていう8番というものですね。八角形のデザイン で全てがまっすぐなラインでつながってるっていうシャープなラインです。で本来これで黒とかなると印象強いんですけど、これをあえてシャンパンカラーで表現しているので、デザイン強いですけど割と馴染みが良くて、よう見たらなんか変わってるなっていう、これからのスタイルでも合わせやすいんじゃないかなと思うので、これをお勧めしたいですね。ありがとうございます、はい、ではちょっと一度はい、確認してみます。はい、ぜひ、はい、します。こんな感じです。うん、いい感じ、いい感じ。映ってますか？いや、ちょっといいんじゃないですか。あ、本当ですか？これ今デモレンズってクリアのレンズ入ってるんで、ここにあえてちょっと濃いめのブルーとか入れていくと、ただの抜け感じゃなくてちょっと締まる感じも出てくるので、ギュパルでやってるブルーとかを入れて使ったらいいかなって感じですね、うん、青と相性良さそうですね、今おっしゃられたみたいな。そうですね、ハマると思います。ぜひもう一回かけてみてください。あ、はい、カメラ目線、はい、似合うって思った方はコメント入れてください。コメントが一件でも入ったら購入されるっていう約束になってるんで、よろしくお願いします。これ切ってもらってみます。使いますよ。はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。それではですね、日賀さんのおすすめ、お気に入りの、ギュパールの品番があれば、お教えいただければと思います。はい。ちょっとね、まあ、自分で LINE 書いてるとこもあるんで、すべてが思い入れしかないんですけど、僕がフレンチヴィンテージの良さに、気づいたというか初めて見たフレンチヴィンテージって実はこれなんですね。1940年代の、3ドットのパリジャンと呼ばれるようなスタイルなんですけれども、これ5番の元ネタなんです。でスピークイージーの山村と、あとフリークエンスの柳原と、まあ、当時はギュパルやり始める前はただの飲み友達だったんですよ。まあ隣人みたいな、はい、ショップが近いとか、同じ業界のなんか面白いことやれたらいいよねって言いながら酒飲んでるような関係性だったんですけど、その時に初めて山村の店で見たヴィンテージなんですね。なんだこれって。もともとメガネ業界長くて、その時でも15年ぐらいいたのかな、まあ、で店長とかバイヤーとかいろいろやった上でいろんなメガネ見たけど、このプラスチックで言うと、このメガネ見た時に今までで一番感動したんですよ。そのフレンチヴィンテージすげえなって、すごい自分でもこうハマっていくきっかけになったメガネ、それを再現してるっていう5番っていうのが僕の中では一番思い入れというか、まあ、原点みたいなデザインです。こちらです。塚本さんも、あ、メガネ塚本さんもかけていただいてますね。はい、はい、ありがとうございます。こちらのデザイン、はい、これが元ネタですね。はい、これですかね、強いて言うなら、うん、ありがとうございます、はい、非常にこう5番は完成度の高いフレームだと思っております。そうですね、隙がない、はい、当店の方でも一番こうご支持いただいているモデルかと思いますね。ああ、はい、僕も愛用してますし、中島とあとヘルプで入ってる松尾っていうスタッフ、はあ、店頭に立ってる3人のスタッフが愛用しているので、そういったところもあるかもしれません。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。そういうストーリーなくてもなんか普通に立たすのにかっこいいじゃないですか。はい、その辺がね、いいっすよね。はい、ありがたい、皆さんも買ってくれて、
ありがとうございます。語れるところは多いフレームだと思うんですけれども、ね、こう単純にかけていただいてかっこいいと思います、うん、はい。冒頭でですね、あのハイボールの話をちょっとこうちょこっとさせていただきましたけれども、はい、ストライクさんはこうバーと喫茶の方もあの運営されておりますね。はい、はい、そうですね。神戸の方で運営されておりますので、またあのお近く来られた際はですね、遊びに行ってみてください。 ありがとうございます、はい、宣伝までしていただいて、はい、ありがとうございます。とんでもございません。昼間はメガネ屋で、19時からバーになるという、ちょっと変わった作りなんですけど、バー自体は片手までやりたないですね。やっぱビスポークのメガネ屋がやってるからにはハイボールうまい、絶対そうあるべきやと思うんですよ。で、バーテンダー、専属のバーテンダーにしっかりバーとしても営業してますんで、これめちゃめちゃ宣伝です。神戸いらっしゃるときは遊びに来てください。よろしくお願いします。ではもう一つ宣伝です。メガネ社ストライクさん、あの、はい、YouTube のチャンネルの方を配信されております。めちゃめちゃ手厚いですね。ありがとうございます。はい。はい、もしあの今のこの動画でですね、興味持っていただいたら、あのストライクさんの動画の方もチェックしてみてください。はい。はい、よろしくお願いします、はい。概要欄にも貼っておきますので、よろしくお願いします。素晴らしい。はい。それではですね、今回この辺りでお時間来ましたので、はい、終わりとさせていただきます。よろしければ、あのチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。比嘉さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これですね。はい、バイバーイ。バイバーイ。はい。どうもー。